LM-68M は、かつてソビエト連邦に存在した輸送用機器製造メーカーのレニングラード都市電気車両修理工場が1973年から1988年まで製造した路面電車車両。従来の車両から製造工程、メンテナンスの簡素化や安全性の強化が図られ、2100両以上の大量生産が行われた。形式名の M にちなみ、マシカという愛称で呼ばれることもある。この項目では、LM-68M を元に製造された発展形式及び近代化工事後の形式についても解説する。1968年以降、レニングラード都市電気車両修理工場では、各地の路面電車の需要増加に対応するため、総括制御による連結運転を可能とした。LM-68 の量産が行われていた。だが、天窓が存在することにより、製造工程やメンテナンスが複雑化したことに加え、一部の側張りの省略による車体強度の不足が課題となっていた。そこで1972年、これらの問題を解消した改良型車両を製造する計画が始まり、翌1973年に最初の試作車が完成した。これが LM-68M である。車体は LM-68 と同様に直線を多用した角張った形状が採用されたが、製造工程やメンテナンスの簡素化を図るため LM-68 に存在した天窓が廃止され、代わりに側窓の面積が拡大したほか、先頭や後方の窓部分の傾斜もなくなり、よりシンプルな外見に改められた。車内の床面高さについても、乗降扉付近に傾斜が存在した LM-68 とは異なり、全体が同一の高さとなり、座席下部には暖房効果を高めるためヒーターが設置された。折戸式の乗降扉は、右側面に3カ所設置されており、扉が開いている間は、走行ができない。安全機構も搭載された。保温効果を高めるために運転室は仕切りによって客室と区切られており、速度制御は総括制御を行う関係もあり、間接制御方式が導入された。これを含めた主要機器は LM-68 の機構が引き続き採用された。終電装置については、試作車はシングルアーム式パンタグラフを用いた一方で、量産車では、従来の車両と同様のひし形パンタグラフが用いられており、試作車についても後年そちらに交換された。1973年から1974年に試作車が製造された後、翌1975年に量産に関する認可を受け、レニングラード市電をはじめとしたソ連各地の路面電車へ向けて大量生産が開始された。量産中にも一部の設計変更が行われ、1980年には窓配置の見直しによる後部乗降扉幅の拡大、主要機器の配置の改良が実施され、1986年以降に製造された車両はメンテナンス簡素化を理由に主要機器の一部が車内後部に配置された。その後、さらなる需要増加に対応するため同様の機器を用いた連接車の LVS-86 に量産体制が移行したことで LM-68 の製造は1988年をもって終了し、総生産数は2108両にも達した。この LM-68 を元に製造された発展形式として以下の2形式が存在する。2010年代以降、サンクトペテルブルク市電にはLM-68M の車体や主要機器の更新をはじめとした近代化工事を実施した車両が導入されている。LM-68M に安価での設備更新を目的にサンクトペテルブルク市電の LM-68M の一部に車体更新を含めた近代化更新を実施した形式。新造した車体は外板を繊維強化プラスチックにすることで、サンクトペテルブルクの多湿な環境下での腐食を防いでいるほか、後部の乗降扉付近は低床構造となっており、車椅子やベビーカーでの乗降が容易となっている。また制動装置に回生ブレーキが導入され、消費電力が削減されたほか、加減速性能の強化が図られている。更新工事は2014年から行われているが、最初に工事が実施された車両のうち1両は、LM-57 を元にしたレトロ調のデザインが導入され、2019年には水素燃料電池を用いた架線レース路線向け試験車両に改造されている。2両編成で運行する LM-68M3、LM-68M の更新車両。2両を背中合わせに連結した両運転台列車での運用を前提としており、変運転台車体ながら両側面に乗降扉が設置されているのが特徴である。車体や内装はロシア連邦の有限会社である研究・生産協会リストが手掛けており、車体外板にはグラスファイバーが用いられる。ありがとうございます。